瓦礫に潰されて、ここから出られたとしても走れない。わかるだろ？俺が担いで逃げるよ！どうしていつも母さんの言うことを聞かないの？最後から言うことを聞いてよ！ミカさん！やだ！やだ！このままじゃ三人とも。ハンネス！子供たちを連れて逃げて！見くびってもらっちゃ困るぜ、カルラ。俺は巨人をぶっ殺して、きっちり3人とも助ける。待って、戦ってはダメ。確かに、2人だけなら助けられる。でも今こそ、俺は俺の恩返しを通す。その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を、鳥かごの中に囚われた。